三菱の進化の歴史、それは1974年の WRC 参戦に幕を開ける。世界一過酷といわれるサファリで初代ランサー 1600GSR が初挑戦初優勝。厳しい戦いを通じて世界に通用するボディ剛性とエンジンの耐久性を高めていった。1980年ランサー EX2000 ターボの登場は高速ターボのテクノロジーを大きく向上させた。1989年ラリーのスプリント化に伴いフルタイム 4WD のギャラン VR4 が誕生する。高速での操縦安定性、コーナリング時の安定性に磨きがかけられた。そうして車に求められるさまざまな要素を追い求め高めた結果がランサーエボリューションの誕生へとつながる。ランサーエボリューションはシーズンごとに戦闘力を上げ、エボリューション5にまで進化を遂げる。1998年 WRC 世界ラリー選手権において三菱はマニュファクチャラーズ、ドライバーズ、グループ N の WRC 完全制覇を達成。進化の歴史に大いなる1ページが刻まれた。WRC 世界ラリー選手権、市販車の総合性能を問うこのラリーには有力ワークスが多く参加。メーカーの威信をかけた戦いが繰り広げられている。三菱のエースドライバーは2年連続ドライバーズタイトルに輝いたトミー・マキネン、セカンドドライバーはリチャード・バーンズ。トヨタは大幅な改造が許されるワールドラリーカーカローラで参戦。ドライバーにはサインツとオリオール、同じくワールドラリーカーインプレッサでタイトルを狙うスバル、エースはマクレー、そしてリアッティ、名門フォードはエスコートで参戦。ドライバーはカンクネンとティリー、さらにシトロエン、フォルクスワーゲン、プジョーといったチームが選手権を厚くした。雪上、アイスバーン、アレチ、ターマック、そしてジャンプが連続する高速ダート、地球上のあらゆる路面地形を舞台に競われる WRC 世界ラリー選手権。ヨーロッパをはじめアフリカ、南アメリカ、オセアニアと世界各地で開催されている。今年は政治的混乱からラリーインドネシアが中止、全14戦から13戦に変更となった。気まぐれな天候、二転三転する路面状況、伝統のモンテカルロラリーのスタートとともに今シーズンの火蓋が切って落とされた。ランサーは難しい路面状況の中で最速タイムを出し続け、初日をトップで終える。しかし夜中に降り積もった雪が一番手スタートのマキネンの足元を救う。第2戦スウェーディッシュラリー、銀世界を舞台にした最速のドラマは第2レグ SS12 から始まった。トヨタがこのラリーのために起用した地元のスペシャリスト、ラドストローム。初日は首位に立つもののコースアウト、リタイア。さらにサインツもスピン、大きく後退する。そしてこのステージで驚異のスーパーラップを見せたのがマキネンのランサー。2位のフォード・カンクネンに23秒の大差をつけ首位に立つと、そこから次々と連続ベストタイムを叩き出し、揺るぎないリードを築き上げた。雪と氷の路面で抜群の安定性を見せたランサーが開幕第2戦で早くも勝利を手にした。
舞台は灼熱の高速バトルサファリラリーへと移る。開催前に降り続いた雨で荒れた路面でのスプリントラリー。ここで三菱は序盤からワンツー体制を築く。第二レグに入ってもマキネンはベストタイムを刻み続ける。三菱勢の背後につけるスバル、マクレーは突然のオーバーヒートでリタイア。しかしトラブルは周囲を独走するマキネンをも襲う。第2レグ最後のステージで突然のエンジンストップ。代わって周囲に立ったのはバーンズのランサー。ランサーの鍛え抜かれた耐久性はバーンズに念願の初優勝をもたらした。第4戦はポルトガルラリー。第2レグ、トップを走るマクレーを追ってマキネンのランサーがスパート。しかしわずかにオーバースライドしたマシンはコースアウト。痛恨のリタイアを喫する。前半の4戦が終了した時点でドライバーズポイントはサインツがトップ。サファリで優勝したバーンズは3位につける。マニファクチャラーズポイントは三菱がトヨタと並んでトップ。WRC のターマックラリーの中で最も高速コースのカタルニア、三菱はここに待望のニューマシーン、ランサーエボリューション5を投入した。ラリーは序盤から荒れた展開となった。第1レグのリーダーはトヨタのオリオール、そして2位と4位に舗装路を得意とする全輪駆動の F2 マシンが飛び込む。マキネンはセッティングに苦しみ9位。スバルの2台はトップ10からも外れている。最終日、マキネンは徐々にランサーエボリューション5の手応えをつかみ始めた。トヨタ勢の一角を崩しデビュー戦を3位で終える。第6戦、ツールドコルス。ドライからウェットへと目まぐるしく変化する路面コンディションの中、マキネンのランサーはサインツに次ぐ2位。追撃態勢に入ろうとした SS5 のスタート前、エンジンのコンピュータにトラブルが発生、リタイアとなる。WRC 第7戦は舞台を南米に移す。高速のグラベルと埃の乗った滑りやすい路面のアルゼンチンラリー。ここで昨年まで2連勝しているマキネン、ランサーは第1レグから早くもトップに立つ。背後からは砂煙を上げてマクレーが迫る。両者の戦いは緊迫したまま第2レグ後半まで続く。巨大な岩がコース脇に点在する名物ステージ SS15。 ここでマキネンはコース脇の岩にボディをヒット。ところがマクレーも右リアをヒット。コントロールアームを曲げ大きく順位を下げた。マキネンの後方では2位争いが熾烈を極めていた。フォードのカンクネンにトヨタのサインツが迫る。
両者の戦いは最終 SS を終えわずか 0.7 秒。そんな中マキネンのランサーは2位以下を突き放しゴールを目指す。カタルニアでのデビューからわずか3戦ランサーエボリューション5が初勝利を収めた。第8戦アクロポリスラリーは開始早々トラブルがマキネンを襲う。 SS1 の途中電気系のトラブルにより突然ストップ。三菱はシーズン中盤で足踏みノーポイントに終わる。硬く滑りやすい路面に荒れた天候、波乱の第9戦ニュージーランドラリー。マキネンは昨年のクラッシュが脳裏をよぎるのか、第1レグ第2レグともに振るわず7位から6位と低迷。最終日トップのオリオールがスピン。トップ集団につけていたバーンズがここで痛恨の転倒。さらにトップを伺っていたマクレーのタイヤがパンク。一気に5番手まで後退する。ここでようやくトップタイムをマークしたマキネンのランサー。しかし時すでに遅く3位でのゴール。第9戦を終えドライバーズポイント争いはサインツがトップ、マキネンは大きく水をあげられ3位。マニュファクチャラーズポイント争いも3位とタイトル争いは厳しい局面を迎えた。迎える第10戦は超ハイスピードバトルのフィンランド。数十メートルの大ジャンプが連続する舞台ではマシンの基本性能の全てが問われる。わずかに残されたタイトルへの望みをかける三菱はランサーの熟成を進めた。序盤こそライバルたちの先行を許したものの、続く SS3 からはランサーの独壇場。タイトル奪取に向けたドラマはここから始まった。 SS4 ではマクレーがコースアウト。タイトル争いの一角が消える。時速200キロオーバーで軽くカウンターステアを当て全開で走り抜けていく。バランスに優れたランサーとフライングフィンマキネンが見せつける数センチのミスもない極限の走りはまさに芸術。マキネンを追って先頭グループを形成するのはサインツ、そしてもう一人のフライングフィンカンクネン。ランサーは首位を独走してなお2位を一気に35秒も突き放すスーパータイムをマーク。基本性能の高さを実証するとともにマキネンのフィンランドラリー前人未到の5連勝を生んだ。グループ N 部門ではトレレスが圧倒的な速さを見せ優勝。トレレスは次のサンレモで早くもチャンピオンを決め、グループ N ドライバーズ部門3連覇の偉業を達成。2位争いを制したのはトヨタのサインツ。依然ポイントリーダーの位置を守っている。マキネンはマクレーと並ぶ38ポイントで2位に浮上する。マニュファクチャラーズポイントでもトヨタに次ぐ2位。フィンランドでのランサーの完全勝利から1ヶ月半、舞台はイタリアサンレモへと移る。ランサーに立ちはだかるのは地元出身ターマックのスペシャリスト、スバルのリアッティ。SS1 こそわずか 0.5 秒、
ビアッティの先行を許したマキネンのランサーだが、すぐさま続く SS2 で逆転。早くもターマックでのバランスの良さを見せつける。第2レグに突入すると、マキネンのランサーとスバル、ビアッティの首位争いはさらに激化する。ビアッティがランサーとの差を 0.7 秒まで縮めると、すかさずランサーが 1.6 秒逃げる。マキネンが勝負どころと睨んだ SS13、 ついに均衡状態に変化が訪れる。継ぎはぎだらけの荒れた路面で完璧なラインをトレースするランサー。この SS だけで追いすがるリアッティを10秒以上引き離すスーパーラップを叩き出す。マキネンのランサーはシーズン大詰めで連勝。ドライバーズポイントではトップのサインツにわずか2ポイント差と詰め寄る。マニュファクチャラーズポイントでも4ポイント差まで躍進。タイトル争いを大きく左右する第12戦、オーストラリアラリー。滑りやすい路面とリスキーな森林ステージが待ち受ける。マニュファクチャラーズポイントでトヨタに13ポイント差をつけられているスバル。だがリアッティが早くも立ち木に激突。スバル4連覇の夢が遠のく。第1レグで圧倒的な速さを見せたのはバーンズのランサー。2位以下に1分以上のリードを築く。一方マキネンはサスペンションにダメージを負う。サービスタイムオーバーで80秒のペナルティを受け、ポイント圏外の8位に転落。だがマキネンはタイトル獲得への執念を見せた。マキネンのランサーはベストタイムをマーク。しかしバーンズのランサーが高速コーナーで転倒。バーンズのアクシデントで首位に立ったのはサインズ。そしてオリオールが続き、トヨタが盤石のワンツー体制を築くかのように見えた。ここで抜群の高速安定性を発揮するランサーがベストタイムを連発。前半に失ったタイムを取り戻し、さらに2位のオリオールを捉える。そして迎えた最終日 SS22。 マキネンのランサーはサインツを 0.1 秒逆転。ついにトップに立つ。しかしここでトップ2台に割って入ったのがスバルのマクレー。なんと土壇場でマキネンを上回りトップに浮上。両者の差はわずか 3.6 秒。だがゴールわずか手前、インプレッサのターボが音を上げる。無念のスローダウンとともにスバルのタイトルへの夢は完全に消えた。 4Ks to go. 5 right over crest line.ドライバーズポイント争いでマキネンがついにトップに立つ。三菱とトヨタに絞られたタイトル争いの行方は最終戦に持ち越された。1998年 WRC 最終戦、ラリーオブグレートブリテン。三菱は終盤に来て3連勝。一時は絶望的と思われたタイトルがようやく射程距離に入った。
しかし三菱にとってあまりにも残酷な幕開け、 SS5 マキネンのランサーはオイルの乗った左コーナーで突然グリップを失う。三輪のまま火花を散らして走行するランサー、しかし再び戦列に復帰することはなかった。マキネンのアクシデントでタイトル獲得が一気に近づいたサインツは2位のポジションで現実に走行する。一旦トヨタに傾いた流れを変えたのがバーンズのランサー。第2レグに入りベストタイムを連発して一気に2位に浮上する。勝負の行方はバーンズとサインツの2人に絞られ、この2台の勝敗の結果がタイトルを左右する。バーンズのランサーは最終日最初のステージからベストタイムを連発。マッドな路面での操縦安定性の高さを見せつけた。サインツはペースダウン、4位でゴールすれば念願のドライバーズタイトルを獲得する。そして渾身の走りを見せたバーンズのランサーが優勝、三菱に初のマニュファクチャラーズタイトルをもたらした。その時最後のドラマが待っていた。最終 SS のゴール手前わずか 300m、 サインツのトヨタがエンジンブローで突然のストップ。呆然と天を仰ぐサインツ。長く厳しかったタイトル争いについに終止符が打たれた。マキネンの3年連続ドライバーズタイトルに加え、三菱は念願のマニュファクチャラーズタイトルを獲得。さらにグループ N 部門も含むトリプルタイトルを獲得し、世界ラリー選手権完全制覇を達成した。26年にわたり世界の過酷なラリーフィールドで鍛え抜かれた三菱のテクノロジーは今ここに偉大な記録となって歴史に刻まれた。しかし進化に終わりはない。1999年ランサーエボリューション6デビュー、新たな歴史が始まる。